どうもこんにちは、ミッドショップのミッチーです。今回はカーハートの偽物の見分け方と偽物の特徴についてお話ししていきたいなと思います。じゃあまずそもそもデトロイトジャケットって偽物あるのっていう話なんですけど、もともとは滅多に偽物を見ることはありませんでした。なんですけど近年デトロイトジャケットの爆発的な人気につれてすごい高騰してます。でその高騰につれて偽物もめっちゃ増えてきているなっていうイメージです。特にメルカリやラクマ等のフリマサイトやヤフオクなどで多く見かけます。じゃあどうやって偽物を見分けるのかっていうことなんですけど、簡単に見分けられるポイントが4つあるので、今回はその4つを話していきたいなと思います。まず1つ目は内タグの表記がおかしいことが多いです。偽物あるあるだとは思うんですけど、タグのスペルミスが非常に多いです。この画像がすごい参考になると思うんですけど、左が偽物、右が本物です。左の画像の赤いハイライトの部分は全て間違っているところです。 INC の部分が INE になっていたり、まあ、そもそも表記が間違っていたり、小文字で表記されるべき場所が大文字で表記されていたり、フォントの大きさが違ったり、めっちゃ間違ってるところがあります。これはあくまで多くある偽物の中の一つに過ぎないので参考程度にお願いします。メルカリでよく見る偽物の表記はメイドインメキシコがメイドインマックスルーになってたりします。あとはタグに表記されているカラーと実物のカラーが異なるっていうところです。タグの左下にはカラーコードと呼ばれるものが表記されています。ここに例えば BLK っていうのは黒色なんですけど、 BLK と表記されているのにもかかわらず実物が緑だったり、こんな茶色の色をしてたらおかしいので、それも偽物です。偽物の多くはこの内タグに誤りがあることが多いので、一番最初に見てほしいポイントの一つです。じゃあ次に偽物の特徴2つ目はロゴのパッチが変っていうところです。この画像を見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、上のタグが偽物、下のタグが本物です。ちょっと分かりづらいとは思うんですけど、革のタグの方は明らかに違和感がある見た目をしています。ただ2013年あたりのロゴは少し特徴がある見た目をしています。この画像のようにカーハートの右下に点みたいなものがついてます。これはこの年代のロゴの特徴なので偽物ではありません。デトロイトジャケットの場合は左胸元のあたりと内タグの上にロゴがついてるので、よく見てみてください。まあ、これチョアコート今着てるんですけど、このチョアコートの場合も左胸元にロゴがついてます。次に3つ目の特徴は水平ステッチがないものが多いっていうところです。デトロイトジャケットには背面の両横に補強用の水平ステッチっていうものがついてます。この画像の赤丸の中にあるこの横線みたいなやつが水平ステッチです。最近の偽物には水平ステッチがあるものも多いんですけど、ちょっと前の偽物にはこの水平ステッチがないものも多かったです。これもパッと見でわかるポイントだと思うので要チェックです。最後に4つ目なんですけど、タグの縫い付けが四方にされているっていうところです。デトロイトジャケット、J97 モデルのタグの縫い付けは上下にのみされてます。ですがこの画像のように四方にタグの縫い付けがされている偽物もよく見かけます。これもパッと見でわかるポイントなので分かりやすいかなと思います。ただ J97 モデル以外のデトロイトジャケットだと左右に刺繍されているものもあります。このモデルのスタイルコードっていうのはタグの左下に書いてあります。まあ、フリマサイトなどだと J97 と J01 のモデルが多いと思います。ということでデトロイトジャケットの偽物の見分け方とその特徴でした。僕のブログではもっと詳細に解説しているので、ぜひ見てみてください。ブログの URL は説明欄に貼っておきます。ということでご視聴ありがとうございました。